でここからがちょっとおしゃれポイントなんですね。そしたらまずこの赤トラスナをこう1枚ずつにしたものをこう持ってここで握り込んでいきます。これを繰り返します。そしたらここでこのモンステラを巻きます。はい、このような状態です。そしたらもう一枚モンステラを巻きましょう。こんな状態ですね。ほら、今回はもうこのモンステラも少しこの結束ポイントで巻き込んでます。葉っぱは、でもまあこの形状にするにはここ仕方ないんで、まあ、葉っぱの巻き込み通常は花束ではしないんですけれども、このチューリップの花束可愛く作るためには仕方ないんだよ。仕方ないんです。はいはい、できました。これで完成です。では結束します。どうでしょうか。結構可愛いです。では花瓶に入れて撮りましょうか。でやってみましょう。撮れてんのか。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。結構かわいいです。ほら。ね。結構かわいいです。まあ、ちょっと葉っぱの巻き込みというのはこういうことですね。こういうことを言います。まあ、これはね、今回のチューリップに関してはちょっと仕方ないような気がします。ただ、もっとこう葉っぱを取って、他の花と混ぜていくときは、まあ、葉っぱ巻き込まないでできますけど、チューリップだけのときはこのね下の葉っぱ結構重要なんですよ。ここのなのでやっぱここを、まあ、分解してこう短くしていくパターンもありますけど、そうすると余計短くなっちゃう。さっきの最初のチューリップ見たら分かると思うんですけど、結構短いじゃないですか。だからね、今回はいいです。ね、よし、はい、今日はこちらでチューリップの花束を終わりにしたいと思います。皆さんも愛を持ってチューリップの花束を作ってください。ではまた。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思うので、下のリンクからお願いします。一人でも多くのチャンネル登録してくださることを待ってます。では